どうもこんばんは、四畳半帝国の健翔です。こんばんは、パイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ本日も始まりました、四畳半帝国のドキドキミッドナイト。はいはい。なんかちょいちょい間違ってドキドキプラネットって言いかけるんですよ。緊張する惑星。ドキドキプラネット、ね、プラネットもいいけどね。あの昔奈良県で見かけたラブホテルですね。お昼寝ラッコとか。そうです、そういう感じ。ナイスネーミングね、うん、なんか惑星に手足が生えたみたいなキャラクターが。どういうコンセプトなのわかんないですけどね。それとセックスに何の関係があるのかってわかんないですけど、でもドキドキプラネットってなんか、うん、なんかあるんやったらちょっと行ってみたい惑星ではありますよね。その気にはなるよね、うん、ドキドキ性があるんやった、うん、ドキンちゃんの故郷かななんつってね、うん、全然わかんない。今のだけは全然興味ない。ドキドキプラネットから来たドキンですみたいな。セックスによって生まれました。みんなそうやろ。なんか初っ端からこんな話になってしまって申し訳ないんですけど、うん、まあちょっとね、そっからあのさらにもうちょっと、まあ綺麗な話じゃないんですけど、さては下ネタを言おうとしてるな、まあ、下ってほどじゃないんですよ。もう下ってほどじゃない、ほどじゃないです。あの子供みたいな話なんですけど、うんうん、あのよくカレー味のうんこがいいか、うんこ味のカレーがいいかみたいな、はいはい、あるじゃないですか、うん、あれどっちですか。カレー味のうんこか、うんこ味のカレー、うんこ味のカレーかな。まあ、僕もね、そうなんですよ、うん、あくまでまあカレーを食べるかなみたいな、まあなんかそれはもうね、うん、誰でも聞いたことあるじゃないですか、うん、ただちょっとなんかもうちょっとなんか他ないかなと思って考えてたんですよ、うん、もうちょっとなんかこうカレー味のうんことうんこ味のカレーってなんか、うん、まあ、なんか見た目がちょっと似てるみたいな意味があるんでしょうね、それやって、うん、もうちょっとなんかこう絶対に嫌なものとちょっと可愛いものみたいな組み合わせで作ってみようかなみたいなのを考えてて、マリリン・マンソンみたいなことや。マリリン・マンソンってそういう感じでしたっけ。なんかもうあのエグい要素しか思い浮かばない。可愛い要素ありましたっけ。あれさ、マリリンっていう名前とマンソンっていう名前を別の人間から引っ張ってきてるね、はいはい、あーなるほど。マリリンはマリリン・モンローな、はい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 、マリリン・モンローは美しいものの少女やろ。そうですね。でマンソンっていうのはチャールズ・マンソンっていうアメリカ史上最大の犯罪者って言われてるカルト教団の教祖だった人がいて、はい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 、その人が取ってる。なるほどね。その一番醜悪なるものと一番美しいものとのあの共存みたいなのをコンセプトにしてる。なるほど。リリー・フランキーは全然関係ないけどね。リリー・フランキーは関係ない、ね、リリー・フランキーは女か男かもわからない、日本人か外人かもわからない名前にしたかったらしい。ああなるほどね。まあそれでいうとパイデッドストックもそうだね。あごめんごめん話しすぎちゃった。何でしたっけ。あそうそう、それで考えてたんですよ。まあマリリン・マンソンみたいなもんですよ、うん、でちょっとこれどうかなと思ったのが、うん、ちょっと真剣に考えてくださいね、うんうん、金玉味のチョコかチョコ味の金玉か。金玉味のチョコかチョコ味の金玉。そうです。っていうのもね、うん、あの最近ちょっとお腹が減った時にチョコボールを買ってたんですよ、うん、なんか普段の箱のチョコボールじゃなくて、うんうん、いいよね、ちょい食べにはね。そうなんですよ、袋入りの大粒チョコボールみたいな、うんはいはい、あれがそうかチョコ味の中身が金玉の可能性だ。金のチョコ玉が入ってたらラッキーって書いてた、うん、それ金のチョコ玉って何やと思った時に、うん、あ金玉味のチョコかチョコ味の金玉やったらどっちがいい。まあまあ思考回路としてはスムーズだよね。そうなんですよ、何にも考えなくても流れ着く思考回路です、うんうんうん、何にも考えなくてもそれに流れ着くやつはもう普段から霜であっぱいのやつ。あ、そうなんですかね。元の構造に問題があるわ。健康な男の子はそうなんじゃないですか。まあそうですね、うん、男の子みんなもう金玉とか、ね、子とか大好きですからね。なんか標準言語としてね搭載されるじゃないですか、うん、ありがとうございますね。どう思いますか。これは結構簡単じゃない。チョコ味の金玉。あ、じゃああくまで金玉を食べる。うん、まあそもそも結構デカになるけどね。サイズ感はね、まあ、そのどこの動物種かにもよるけどもちろん、はいはいはい、まあ、それはちょっとあえて飛ばないでおこう、はいはいはい、何かの金玉、はいはいはい、まあそうすると、まあ、でも金玉があるっていうことは、哺乳動物であることが一応前提となってくるから、はいはいはい、まあ、哺乳動物の金玉ので味はチョコ、味はチョコ、完全にチョコね。
じゃあチョコ足はついた。そうですね、そうなんですよ。僕もその欠陥に気づいたんですよ、途中で、よく考えたら金玉って、その普通に料理屋で出てくるなと思って、そうなってきたらそもそも金玉味の金玉でも別に食べてるんやなと思う。あ、そうそうそう、ヤギの金玉とかね、そうなんですよ、たまにあるよね、見てもの屋さんで、で、やっぱり高タンパク、高栄養だから非常にこう勢力がつくってんで、健康食品みたいな感じになってるじゃん。そうですよ。それがさ、チョコ味で出てくるのもさ、おやつ感覚でマッスルになれるわけよ。そうですよ。なんなら、もしかしたらチョコ味の金玉よりも金玉味の金玉の方がそぼそぼ食べれるんじゃないかぐらい。金玉って別に金玉味と金玉って何。いや、まあ正味白子とかもね、金玉みたいなもんじゃないですか。そう言い出したら、そうそう、そもそも金玉味っていうのはちょっと俺にはどこ。あ、だからそうなんですよ、僕はこの質問に欠陥があったなと思って修正したんですよ、そっから頭の中でね。修正した結果、ここからもう一回真剣に考えてください。OKOK。まあ、パイさん、自分のことで考えてくださいね、パイさんの親父の金玉味のチョコか、チョコ味のパイさんの親父の金玉やったらどっちがいいですか。これはもう完全に俺の親父の金玉味のチョコ。これはちょっと理由がある。理由はあるんですか。まず事実として、事実として、その味はどうあれ事実として親父の金玉なんて絶対に口にしたくないっていうのがまず一つね。はいはいはい、はいはい、そうですね。やっぱり食べるんだったら何としてでもチョコがいいわけだ。はいはいはい、もうその時点でも確定だ、ね、はいはい、でプラス親父の金玉どんな味するやっていう好奇心が。なるほどね。それはさ、はいはい、絶対味わうことないから、はいはいはい、生きてて。なるほどね、もう想像不可能が可能になるんだったら、その確かにね、やっぱりどんな味やったかで、確かに、ね、しばらく喋れるよ、ね、逆にだからライトな体験にできるってことですね。そう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 、本来よりは。で、まあやっぱりね、作家たるものというか、まあクリエイターなるたるもの、親父の金玉の味も知らんよじゃあ。確かに、親父の聞いた発想出てきません。そうですね、母親の母乳の味は知ってるのに、親父の金玉の味は知らんのか。お前はそこから出てきたやつ。俺の金玉を食うということは、お前の存在そのものを食うということみたいな哲学になってくるわけね。そうですね。あ、でも、あ、でもそうですね、そう言われたらなんか、しっくりくるでしょ。そうだな、そう、って気がしてきました。これが、チョコ味の親父の金玉。めちゃくちゃ気持ち悪い。めちゃくちゃ気持ち悪いね。今はなんか、その1回しかパイさんのお父さんと会ったことないけど、うん、あれね、1回ね、全身チョコで塗られたパイさんのお父さんが今頭に思い浮かびました。なんかめっちゃ色黒にいないから AV 男優みたいな。チョコボール続きです。そういう人いたからね。あ、まあまあまあ、そうですね、すっきりしました。一回そうだね、一回そうだね、おやじにな。まあ、だからそのチョコを作るためには、うん、そのパイさんの親父の金玉味っていうのをどっかの研究機関がちゃんと成分として研究しないと作れないわけですからね、うん、まあその味を一番覚えてるのはおかんやん。やめよこの話、ちょっとやめましょうか。俺これ以上無理やろ。これ大丈夫なんですかね、そのYouTube にこの音声でバンされたりしないですかね。まあ絵がないから大丈夫。確かにね、イラストつけたらちょっとまずいかもしれないね。で、もしかしたら、まあ今日はね、もう途中でも嫌な人は止めてるかもしれないですけど、うん、止めて、もういな、嫌な人はいなくなったっていう前提でね。金玉ってそもそも、もしかしたら禁止ワードに含まれてない可能性ありますよね。あ、放送コードみたいな。そうです、そうです。あ、YouTube でも一応そういうのある。ありますよね、多分あんま良くないんですよ。金玉大丈夫でしょ。金玉ってなんか、うん、ちょっと多様性ありますもんね、うん、なんか、うん、まあね、だってゴールデンボールだからね。そうです、そうです、豪華なものですから、まあ、そんなん言い出したらほんまにチョコボール、金のチョコボール、チョコ玉、金のチョコ玉も怪しいですよね。怪しいですよ、書いてあるけど、まあ、金玉はセーフですよね、うん、まあ11時半なんでね、うん、それぐらいは言わせてもらいたいですよ。これからどんどんエスカレートしていく可能性はありますけどね。そうですね、まあじゃあ一旦ちょっと金玉のことは忘れていただいて、頭に染みついてんじゃん。元気にラジオやっていきましょうか。はい、さあお願いします。4畳半テーブル。
ドキドキミッドナイト。さあ、というわけで、はい、本日もやっていきましょうか。カミカミだ。ちょっと今危なかったけど。ちょっと危なかったですね。うん、まあ質問がね、また今日来てるということで。そうですよ。四畳半帝国のドキドキミッドナイト。なんだかんだ絶えない質問。国民の皆様からのなんだかんだ絶えない質問に対して、僕らが一生懸命ね、チョコレートを食べながら、うん、頭を動かして、うん、脳を働かして、うん、糖分をどん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 また、代謝して、うん、アミノ酸に代謝しちゃうの糖分を代謝してアミノ酸にしちゃうのまあいいや、アミノ酸になるんでしたっけ、ならへんなグリコーゲンじゃないですか。糖類にな、糖類は糖類のままですね。糖類のままです、はい、どうでもいいこと言ってしまいました。しかも完全にあのこの オープニング前のチョコの話に引っ張られてま ますね。お恥ずかしい話でございます。栄養がどうのこうのって言ってましたからねチョコの話って言ってるだけね、まだ許していただきたいところ、うん、そっかそっか金玉の話だ。あ、おー一応切ったんですから、もう一体。あ、そっかそっか、金玉は切ったんですもん。言うてみよ金玉は切ったんですって。しかもなんかまた別の話ね虚勢さはいはいはい、さあ質問いきますよ。いいえ、お願いします。お、今日はなんとですね、花メガネさんじゃないです。おお、マジですごいね。変なラジオですよ。逆に花メガネさんじゃないってことにびっくりする、うん、確かに普通連続にびっくりするのに、うん、まさ送ってきたのって普通は言うのにねそうっすね。今日は違うのってよくわかんない。さあ今日はお久しぶりのマグロの首都 .com さんからの質問でございます。前一回質問してくれたことありますか、ね、そうですよ、覚えてますか質問。なんだっけ、質問がないんですけどどうしたらいいですかの質問の人です。今日の質問もどうやら期待できないようだね。今日の質問まあでもね、いいですよ、シンプルに来るんで、この人の質問。ああ、そうかそうか、ねちっこくないもんね。そうです、どっかの誰か。すぐ終わります。いきますよ、はい、すぐ終わるんでね、うん、棺桶に入れてほしい食べ物なんですかちょっともう一回言ってくれシンプルですよ、いきますよ、うん、棺桶に入れてほしい食べ物なんですかもうおもろいわ。もはやなんか脅迫状とも取れるような。あ、そうかそうか。もうあなたは死にましたからみたいな。ただ好きな食べ物だけは聞いておきますみたいなね。遠回しな殺害予告みたいなのが来てますけど。ちょっとおしゃれな殺害予告。確かにね。まあ自分が死んだ時に棺桶に入れられて、はいはいはい、そこに、遺族にこうさようならの気持ちを込めて入れてもらいたい食べ物。うん、まあ。普通はさ、おじいちゃん何々好きだったからはいはいはい、はい、大福入れたりとかさ、はいはいはい、うなぎ入れたりとかさ、ね、うちのおじいちゃんもうなぎ入れましたからね。そうなんですか、それ焼いたらかば焼きになってちゃんと出てきましたよじゃあ、うなぎ生の状態で入れてるってことですかそうそれどっちがいいんですかね、あの、うん、なんですか、その焼くという調理法としてあの火を使っていいのか、もうあの完成された状態で、うん、あの焼くっていうのは別に火を通す行為ではなく、うん、いやそうですよ、もちろん焼くっていう行為、うん、だからその感じでいくと、うん、多分生のうなぎ持っておじいちゃん旅立ってますからねそうだね、一緒に、ね、うん、焼いてあげた方がいいんじゃない。うーん、だからあの火力をまず舐めてもらっちゃ困るっていうところからなんだけども、はいはい、そのもう骨も粉になるレベルの火力なんですよ、はいはいはい、ね、だからその調理法として使うのはまずやめてもらいたい。そうですね、うん、でまあ、入れるとしたらあの自信のある陶芸作品とかは入れてもらうといい焼き上がりになる可能性はあるんですけどはい、はい、まあ、それ食べ物じゃないんで。そうですね、うん、あとは多分ね、その現世で焼き上がってしまってるものは天に持っていけてないです多分現世に焼き上がって残ってるそうかあ、そうだね、気持ちとしてはだから一緒に行ってもらいたいって、そういうことなんだね。で自分が入れてもらうものやから自分が持ってきたいものってことじゃないですか、うん、結局あの世にね、あの世に持ってきたい食べ物。うん、でもそれ入れられたものが食べれるっていうことはさ、入れてもらったものしか食べれないっていうことと等しいよね。そうですね、まあまあ、もしかしたらその何ですか、
全然詳しくないですけど、うん、そのあの世的なところにも食べ物は何かしらあるんかもしれないですけど、うん、ないものも多分あると思います。うん、あるかもしれんけど、もしかしたらなかったら困るなみたいなもの、うん、栄養を偏る可能性あるってことでしょ。天国でそうです、うん、米とかはあるかもしれない。うん、主食的なのは、まあ、米じゃなくても、うん、なんかあるじゃないですか。DHC のサプリメントのオールセットみたいな入れてもらうと健康に気を使ってるんです。健康に、そう、死後健康に気を使って後悔してるんですよ。これ飲んどけばよかったみたいなテンションで、これちゃんと飲んでればまだここにおらんかったみたいな、そういう後悔の念があるのかもしれない。まあ、わかんないですもんね。その持ってったものが結局展開というか死後というよりか、もしかしたら来世につながるのかもしれないですもんね。ああそういう考え方もあるか。次健康的に生まれてくるかもしれないですね。サプリを、ああそういうこと持っていったらね、サプリが埋め込まれたじゃん生まれてくる肝人間のまあ普通に考えたらやっぱり好きな食べ物でしょ。まあまあそうですよ、うん、これさえ入れといてもらったら、そうです最初から絶対そう言ってるんやと思いますよ。だらだら紆余曲折ありましたが、チョコボールかな。おお脳の記憶力が2キロバイトぐらいしかないですね20分前までの会話しか思い出せないそれ以外の食品でとかも今ああそうですね。っていうか僕まあ別にねいいことですけど、うん、そんなにもうちっちゃい頃おじいちゃんおばあちゃんが亡くなった以外でもうしばらくお葬式とかそういう、ああ身内というか身近な人の死をね行ってないんですけど、そうか、なんかその当時のもなんかおぼろげな記憶ですけど、もうお花を入れた記憶はあるんですけど、うん、そんななんか食べ物を入れた記憶がなくて、うん、どれぐらいのもんが入れれるんですかあれって。ああ、それちょっと厳密には俺も分かんないけど、今さっき言ってチョコってちょっとやばいんじゃないかな。やばいんですか。なんかベタつきそうじゃん。ああ焼いた時に、うん、まあそういうレベルじゃなくなるんだろうけど、ちゃうんじゃないですか。なんだ、まあ、ポップコーンはダメじゃないやっぱり。ポップコーンというかそれコーンで入れたらそうそう、コーンで入れたらコーンで入れたらダメじゃないですか。ダメだよね、多分ね、外れるから。うん、まあでもまあ最終なんかおめでたい感じになっちゃうしね、パン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 って。でも結構パンパンなりそうですけどね、あのそもそも、うん、いろいろ骨が、うん、まあそらそうやなきゃなるぐらい、うん、一応密度のね詰まってる生態を焼いてるわけだから、うん、そうです、うん、そうだよね。結晶だ。あ、僕なんかその焼くとこまであんま考えてなかったんですけど、うん、焼くとこまで考えてなかったっていうか、その棺桶に敷き詰めてもらう段階では、うん、あの多分最初からそこを聞いてると思う。まあその焼け方とかその分かんないですよ、うん、それはまあ置いといてね、置いといて、棺桶に並べてもらってる絵面的に、うん、僕ウニめっちゃ好きなんですよ。あ、でウニな、誕生日とかは毎年ウニ食べてるんですよ、うん、食べてますよね、どっかしらで、はいはい、ウニ入れたいなっていうのが一個あって、でウニだけやとなんかまあちょっとなんか栄養偏るかなと、うん、ていうか海のものだけなんで、うん、でなんかちょっと海の幸山の幸みたいな感じで入れたいなと思ってちょっと考えてたんですけど、うん、ウニと栗をこう交互に並べてもらおうかな。トゲトゲじゃん。トゲトゲ。なんかウニクリウニクリウニクリみたいに。何を。昔そういう拷問器具あったらしいからね。あの棺桶の飛び出しの針で串出しになるみたいな。アイアンメイデンね。あ、そう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 。あれと一緒。いやまあまあもちろんね、顔の周りはちょっとうまいこと避けてほしいですけど、うんうん、刺さらないように。刺さらないようにはしてもらって。でもなんかそのね、残してしまった遺族のことを考えてても。うん、その僕のそのなんですか、まあ安らかに眠ってる周りにね、うん、ウニと栗を交互に並べてったら、うん、さすがにちょっとクスッとなっちゃうかちゃうかなと思って。まあ俺は笑うね、うん、だってこいつ自分で剥くんだと思っちゃうしかもなんかよく分からんくなって、開けるまでどっちか分からんみたいなああウニとか栗想像して、まあ、ちょっとでもこの遺族がね、うん、最後遺族に一笑い取れたらなっていう気持ちも込めて、うん、ウニクリ。ほんで偉いもんで、あの名前似てるんだね。ウニクリってね。確かにね。ほんで形もウニクリ似てるし。そうですね。どっちかがどっちかをふざけて真似てる可能性ある。
確かにね、うん、まあでもそれで言ったらやっぱり海の方が先っぽい感じはしますけどね。あ、そうなの？海産物の方が先そうじゃないですか。ああ、そっかそっか、先に海から上がってきてるからね、うん、人間。ウニなんかあれめっちゃ古来からいそうな感じしません？いそういそう。あれをでも最初に食おうと思ったやつがすごいって話前検証してた。ああそうですね、うん、あれだって食べても美味しくないって思う可能性あるじゃん。そうですね。なんか今美味しいものとして出されてるから、うんうん、このちょっと香ばしい感じがとかと思うけど、はい、あれ初めて自分が口にして情報なかったら死ぬと思いますね、うん、なんか腐敗してると思うし、うん、まあそういうものを入れてもらいたいってことでちょっと方向性がだいぶなんかちょっといいまとまり方してたのにガチャンと崩しちゃうクンってなんか初めて食べた人がすごいからとか言ってないですね。あ、そうか。はい、栗好きだっけ。でも栗はまあまあですね、うん、それはじゃあ入れちゃダメじゃない。いや、まあまあまあ、その何ですか、遺族をちょっと人笑い、遺族に人笑い取りたいっていう気持ちも現れてですね、うんうん、で栗もなんか美味しいなと思う時はあるじゃないですか。めったに食べないからあれやけど、まあ俺モンブランとか結構好き、うん、焼き栗なんてなかなか食べないじゃないですか。うん、食べない、うん、あの祭りの天津山栗とかね、はいはいはい、絶対買っても余るし。そうなんです。なかなか買わないよな。剥くのが面倒いとも思うじゃないですか、うん、まあ、なかなかあの針の状態では出てこないんですけど、うん、それでも、うん、栗に関しては2段階ですからね。針焼けってさらに中、そうだよ、うん、そうだよ。でも好きなのは好きっすね、うん、なんかちっちゃい頃は田舎やったんで栗とか食べてたけど、食べれる機会があったとあったら栗。それ何、田舎だから栗食べてたって自分で取りに行くの？まあなんか取りに行ったりもあるし、近くの、すごいね、そのね、木を持ってる人が栗の木のあいっぱい落ちるんで、ああくれたりとか、くれたりとか、うん、あ、そっか。結局その検証としては、自分が入れてほしいというよりもその棺桶に敷き詰められた状態を見た遺族がどう思うかっていうことを気にしてるわけね。そうですね、そのバランスですね。僕は、うん、まあ、ウニは絶対入れてほしいなと思ってたんで、はいはいはい、そのバランスで、あとは気を利かして栗をやって、ね、ちょっとクスッとなったら、そうですね、なってこうね。めっちゃ見た目的には地獄行きみたいな関係になりますね。まあそうだよね、うん、絶対どっかに刺さってるよね、そんな敷き詰めたら、うんうん、そのが蓋閉めてガチャって持ち上げた時にはクサササってなります、うん、なるなる。で言うともうカレーでもいいんじゃない。カレー、あ、カレーですか、うん、そのもう一応生前に下ごしらえしといて、はいはいはい、でもう本当にあの大鍋一杯分ぐらいにしといて、はいはい、であとあの追い炊きだけお願いって言っといて死ぬでしょ、はいはいはい、で棺桶入ったらそこジャーって流し込んでもらうとちょうどこの顔だけ出た状態のカレーライス検証みたいなのができるそれで焼いてもらって。それ多分ね、遺族今後カレー食べれなくなる。食べれなくなるカレーの器見るたびに検証の顔が出てくる。しかもなんかグロいし、うん、見た目、うん、液体っていう手もある。うん、あ、でも僕あれでしょ、そのまあそんな事故死とかやったら分かんないですけど、うん、ある程度じいさんになって死ぬと思うんですよ、うん、普通に生きてたら、うん、もうちょっとスパイスカレーとか重いですね、胃が。あ、もうじじいになったら食いたくねえか。もうチビチビ、うん、贅沢にウニ、 あとは栗ぐらいでいいですもん。あ、栗食べるんやね栗はじいさん食べるでしょ。食べる食べる。痛風になりそうやな、軽症確かにね、うん、確かに割と早めに、うん、まあでも最近はね、家でビール飲む時はグリーンラベルにしてるよね。してるんで、うん、そう、あれもう気使ってると思う。そうなんですよ。まあちょっとね、やっぱりビール好きなんで飲みすぎると、うん、腹出てくるしね。で、まあ、昨日はあのパイさんと飲みに行った時生飲んでましたけど、うん、もう最近ハイボールしか飲まないですもん。え、一杯目から？一杯目から。あ、そう。それでね、うん、ちょっと最近悪酔いしたりするのもあるんですよ。多分、ああ、記憶が飛んだりとか。そうなんですよ。でもそのビールよりはウイスキーの方が健康にいいの？あれだってコーンでしょ。バーボンなんてほぼコーンでしょ。でもなんかカロリーはほぼないって言いますね。まあでも飲んでてもカロリー感じないしね、実際。うん、まあ実際だってね、原料がなんであれウイスキーの飲む量ってちょっとじゃないですか、うん、ほとんど炭酸水とか、うんうん、まあロックとかストレートで飲まなかったらな、うん、
そうですね、まあ、でロックストレートであのビールの量飲むってなか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 ないなかなかですよ、うん、俺もでもどっちかっていうとビールよりもウイスキーをあの少ない量でロックで飲む方が酔わないもん。あやっぱ液体の量が多いと二日酔いになりやすい。そうですね。じゃあ酒は入れてもらわなくていいの死んだ時。ああ、お酒は入れてもらった方がいいんじゃないの。確かに。あ、お酒って入れたりしてます？お酒入れる場合多分あると思うよ。でも瓶とか入れていいんですか？あ、はあ、どうなのかな。でもお酒とかね、ありがちですよね。ありがちありがち。えっていうかこの理論で言うと、うん、お供え物は食べれないってことですか？どういうことですか？あの死後仏壇とかお墓とかに食べ物とかお酒とか備えてもらうじゃないですか、うんうん、もらえますね。それはあの世ではいただけないということですか？警長、触れたらあかんとこに触れた。あれはいいです、言っちゃダメですよ。あの後のやつもいただけるんでしたら、うん、もう全然もうウニと栗だけで十分ですよ、うん、あれはね食べれないです。いや無理なんですか？それ無理です。あれはもう遺族の自己満です。いやいやいや、それを言い出すとね、うん、もうそもそも棺桶からってなっちゃうから、もういやいや棺桶はちゃんともう焼かれることで一緒に召されてくるので、はい、ね、そこはルールとしては OK。 だいぶなんかあれですね、ちゃんと宗教的な偏り持ってますね。そりゃそうですよ。なんか酒はちゃんと豊かないとノンアル生活を送ることになるよ。ああ、なるほどね、うん、次の生まれ変わりまでなっちゃう。はいはいはい、でもどうかな、なんかなくてもいいような気もするんですよね。あ、そう？ブドウをさ入れてもらってさ、はいはいはい、ギュッギュッギュッってやっといてもらうと、はい、ちょうどワインになっていくんじゃない？なりますかね。そのギュッギュッギュッってなったぐちゃぐちゃのブドウといくんじゃないですか僕は。ちょっとなんかそれなんか血みたいになって。そうです、紫。多分あれ色素ちゃんと沈着するから。沈着する沈着する。なんかその展開でみんな白装束でバーって歩いてる中に、お前なんか紫じゃねえみたいな感じになるってことでしょ。うん、そうやな、うん、ちょっと一人だけ妖怪みたいになってて嫌ですよそんな、うん、まあそもそもワイン好きちゃうしね。そうですね、うん、ワイン飲まないよね。飲まないです、うん、ワインとクラシックが好きですっていうのはやっぱりちょっといやらしい感じするよね。ああ、まあうんちく臭い感じするよね。確かにね、うん、なんかちょっとジジイになってからか、うん、もう2歳からそうクラシックやってますぐらいやったらいいです、ね。まあ、親が伯爵とかだったりとかね、うん、なかなかこう趣味クラシック音楽とワインですって言われちゃうと、まあそうですね、なんだ、なんだ、なんだってなる。まあもうそこまで行くやともうバレエとかやっといてほしいですけどね。そう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 、うん、バイオリン弾いたりとかね、うん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 、まあもしかしたらパイさんバイオリンちっちゃい頃から習ってるじゃないですか、うんうん、だからもしかしたら親の意向としてはそう育てたかったんかもしれないですね、うん、あ、クラシック音楽を聴いて聴いて、うん、でまあなんですか、まあちょっと勉強とかもできて、うん、で、まあ、仕事して、うん、仕事から帰ってきたら、うん、一人で部屋でクラシックかけて、うん、その日飲むワインをこうワインセラーから出してきて、うん、でちょっとワイン飲みながらお肉を焼いたりして、うん、で食べる独身子供独身貴族子供にそんな風に育ってほしいのがおるから。ただこの間に実家帰った時に思ったようには育たなかったとは言われた。ああ、確かにね、もっと素直な子になると思ってた。ああ、なるほどね、それはそうかもしれないですね、うん、あんまなんかね次男っぽくないひねくれ方してますよね。そうなのかな、うん、まあでも次男で末っ子で割とまあ、自由だったからこうなっちゃった可能性もあるよね。お兄ちゃんの方がもっとあのスパルタだったからさ。ああ、なるほどね、うん、やっぱりその辺はなんか違うんじゃないかね。確かに、うん、まあ、ありますもんね、その長男次男感というか三男っぽい性格とか、うん、兄弟のあの順番のあるあるってすごいあるよね。でもあれって結局長男っぽい次男っぽいっていうよりかは、うん、長男の性格によってやっぱ次男の性格とかも変わってくると思うんですよ。ああ、それはそうです。先にいる人間なので、うんうん、親2人長男の性格の影響を受けるんで、うん、お兄ちゃんが長男がスーパースターだったタイプの兄弟ってあると思うの、はいはいはい、結構スポーツ選手とかでもさ、うんうん、
そのパターンは弟が結構やっぱ苦労してるイメージがあるよね、はい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 、でお兄ちゃんがちょっとこうどんくさい系の感じだとその姿を見てうまいこと弟は立ち回るから、はいはいはい、なんか小ずるい感じ、うんうん、弟になるみたいな。そうですね、なんか 似てる部分もあるんでしょうけど、うんうん、やっぱちょっとキャラかぶり避けて育ちますよね。そうそうそう、なんか基本上の行動を見て変えてるところは多分あるだろうね、うん、あれやっぱ子供ながらに思うんでしょうね、うん、こうあこのメンバーの中でキャラ立ちしないと、いや思うだと思う、自分のキャラ立てない、キャラ立ちって考えてた気がするもん、うん、キャラ立ちって言葉はなかったけどね。ああそうですね、うん、それはないけども本能的にね、うん、もう偉いもんで僕も、うん、まあ僕も別にちゃんと大学とかも行って資格とかも取ってで一旦はちゃんと企業に就職して、してるんですけどね、今は違いますけどね、うん、てか今は違うっていうことになるのを弟とか察知してたんでしょうね多分。この兄は今ストレートに住んでるけどこいつの兄は性格的になんかずれてチャラコラになるんだろうっていうのを想像してたのか、うんうん、弟国家公務員ですもん。すごいね、やっぱキャラ立ちしに行ってるの間をギュッギュッて埋めていってるんだ。そうなんですよ、すごいな、うん、もうお兄ちゃんとしては安心だね。まあ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 そうですね、うん、まさか棺桶にご飯入れるのから国家公務員の話になるとはちょっと俺も思わなかったからもうあ、そうや、僕の話だけしてパイさん何入れてほしいか聞いてなかったですね。あ、俺の言ってなかったっけ。言ってなかったです。あ、俺はね、まあチョコボールっていうのはまあちょっと冗談だけど、はいはいはい、うん、やっぱりプロテインかなわー、なんか最近急にちょっと脳筋キャラになってきてますよね、なんか最近ね、ちょっとね、あの体を鍛えることにハマり始めて、確かに、ね、今一番そういうのを調べて調子乗ってる時期、うん、僕逆に、まあ、昔からパイさんよりか筋肉あったじゃないですか、あるある、うん、でもあのどちらかというと減量する方向に動いてるんで、うんうん、逆転しますね多分、そのうち逆転フォルムが、うん、健少はさ普通にしてると太っていってしまう人なの。そうですね、何もしなかった、まあもう年齢的なものは、まあ、年齢もあるだろうけど、もともとの体質的に。そうですね、多分俺は何にもしないとマジでどん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 カリッカリに痩せていく、はい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 、痩せていくから、そもそも体鍛えたところでみたいなのがあったけど、これぐらいの年になってやっとなんか人並みに肉がつくようになったから、はい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 、多分代謝が落ちたのかな、はいはいはい、これで、あ、このチャンスにケンタウロスのコントをやりたいとあ、なるほどね。いや、それはそうですよ、そんなあのパワー系になって肩で風切って歩きたいから体鍛えてんじゃないですよ。ああ、なるほどね。その一つのコントのために私は体作ってるわけですから、まあ、最初はみんなそう言うんですよそうだね、体を鍛える人たちは世のマッチョの人たちは最初からマッチョやったわけじゃないですからね、まあ、だんだんマッチョになっていく細くあって、うん、もっともっとってなるんですよ自分の標準が。いや、なると思う。結局変ななんか自己満の世界になってくるし、多分体が大きくなったら結果的にあの態度でかなってくるんだ。あ、やっぱり自分がちょっと肉体的に強くなったっていう気持ちが出てくるから、このマッチョが肉体的に大きくなって、うん、横柄になるんじゃなくて、あ、おおらかになって電脳を見て僕ちょっとイラッとするんですよ。あ、余裕が出てる感じが嫌だってこと。なんか、うん、あ、大丈夫だよみたいな感じのが、うん、腹立つんでやめてください。ああ、もう体鍛えるのやめてください。いやいやいや、体鍛えるのはいいですよ。いや、もうそういう風になるのを、まあ、だからそこをちょっと検証してもらいたいよね。そうですよ、今だからパイさんこのラジオで言うたら、うん、僕とは比べ物にならんぐらい、うん、もう毎週毎週文句ばっかり言ってるじゃないですか、うん、あれが気に入らんこれが気に入らんみたいに言ってるじゃないですかそうやって映ってるからやっぱりそれが急にマッチョになった瞬間、まあまあいいよね、そういう人もいるよねみたいなキャラになったらいい。そっかそっか、今日からちょうど1年後の放送をいきなり飛ばして聞いた時に、うん、全然言ってるスタンス変わってる可能性はあるよ。そうですよ、あ、いいじゃないですか、ちょうどこれが、うん、あの自分たちの、まあ、その時喋ってたメモリーとして残っていくんですから、うんうん、これいいね、いいですよ、いい、じゃあちょっとそれ一回検証しよう。そうですね、だ、うん、からそれ、これで
これによってまた鍛えるモチベーションが今なぜか上がったから変わった自分を見せるっていう、その力を手に入れてもパイは変わらずにいられるのか。でもガチムチのやつがさ、なんかみっちい文句言ってたらそれはそれでもうちょっと嫌じゃない。もう兆しがありますね、そのマッチョおおらかなやつもうある、うん、あ、そっか、体鍛えたのにみっちいこと言いたくないって体鍛えた後にもっと思う。そうですよ、もうそれは性格が体に引っ張られてるんです、良くも悪くも。そっか、松本さんはじゃあ何ですか。松本さんは何、ダウンタウン。もうその今マッチョの状態の松本さんと、うん、当時ガリガリやった時の松本さん言ってること全然違いますよ、やっぱり、うん、もっと嫌なこと言ってたもんね。そうですよ、うん、まあもちろんその年齢とか立場とかもありますけど、うん、そうだ、年齢っていうな他の要素がどうしても入ってきちゃう。まあまあ、でもどっちが先か分かんないですよ、それはもう先にその要素が気配があったから体を鍛え出したのか、体を鍛え出したからそういう要素が入ってきたのか分かんないですけど、うん、まあでも俺は別にさ大きくしようとは思ってないから。ほう、じゃあミミッチーままでいたいと、うん、やっぱりこういうこと言ってる自分が好き。ああ、なるほど、よかったです、それはそれもいいのか、自分が悪い、耳っちくあり続けたい珍しい、うん、また自分言ってるなと思いながらもそんな自分がそんな嫌いじゃない。なるほど、うん、じゃあ結局カンオケには何売れるんですか。チョコボールまあこれを踏まえてね、うん、あの冒頭のトークに戻っていただけたらってこれで永遠ループできますからそう、あ、もういい時間じゃないですか、はい、時刻は12時6分33秒、うん、これがね、秒数まで言っちゃうと、うん、あの BGM とか入れる加減でちょっとずれるんで、ずれますね、合ってないんですけどね、うん、さあ、今日もお付き合いいただきありがとうございました。さあ、四畳半帝国のドキドキミッドナイトではですね、このようにお客様じゃないわ俺もなんかマッチョのマッチョバーみたいなテンションになって出てきて国民の皆様からいただきました質問やお悩み、恋バナについて僕たちが一生懸命に考えて。恋バナ最近ないな。ないですね、一回もないですけどね、うんうん、あ、一回もないか、うん、まあまあちょっと恋バナとかもね、欲しいですね、うん、という感じで大募集しておりますので、この YouTube のコメント欄もしくは、インスタの DM もしくは、松田健翔の個人 LINE に送っていただけ、もしくは街で直接見かけたら聞いてみてくださいはい、大募集しております、はい、国民ネームを添えていただいて公募いただけると幸いでございます、うん、さあ、まあ、というわけで今日は終わりましょうか、うん、終わろう、ようしゃべった今日も、はい、毎週木曜日23時半、うん、また来週もこの時間にお会いしましょう。さあ、おやすみなさい、さようなら。